はい、ではどうします？はい、次のコーナーですね。はい、いいよ。はい、今すいません、次どちらのコーナーに行こうかということで、今日はヨニーさんの提案で花城くん、はい、花城くん紹介したいと思います。あ、はい、先輩です。花城のゆきくん、はい、を紹介したいと思います、はい、ブログ花城牧場のゆきくん、うん、はい、鼻筋の白色模様が可愛いゆきくんをご覧ください。はい、白色模様、うん、見ましょう。そうそう、このフェスね。
さっきね、うん、このゆきくん誰かに似てるなと思っててね、ずっと考えたんだけど、うさぎ先輩が謎を解いてくれました。あ、先週うさぎ先輩が持ってきたぬいぐるみね、よく似てましたね。そっくりだったね。可愛かったですね、この本当に鼻筋が白いところが ね、うん、はいはいはい、ゆきくんのブログはこちらになります。花城牧場、花城牧場、うん、はい、ぜひ遊びに行ってみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということでですね、はい、エンディングを、あ、はい、はい、あ、で次週、はい、あの恒例のアイダビットさんによるプレゼントの企画がありますので ね、はい、そうなんです。今度なんかドライフルーツじゃないらしいですね。そう、違う、なんかね、ちょっとね、うん、楽しみよ、うん、だからみんな見てね、うん、何何見てね、投稿してねだよ、うん、だってまず来週見て、うん、その次だよね。あ、そう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 、もう来週どっちでもいい、どっちでもいいって言ってるけどどうしよう、うん、じゃあみんな来週投稿してください。来週投稿かつ抽選、うん、よし、はい、忙しいよ12月は。ということで、はい、今日もですね、はい、本当にこの1周年記念にふさわしくたくさんの方が、ね、はい、参加してくださいましたので、はい、はい、先輩お願いします、はい、順番にお願いします、はい、順番に出席を取ります。はい、改めて。あけさん、はい、きのこさ ん、 さん、リリーローズさん、はい、みやさん、はい、のなうーちゃさん、はい、あ、久しぶり、つっちーさん、うさっぴさん、はい、あさこさん、はい、うさめめ1周年さん、うさめめ祝1周年さん、うずらさん、はい、うみさん、うん、かあちゃん、はい、ガジュウさん、はい、ひいこさん、うん、まめまめぞうさん、もえちゃんのパパ、はい、もかうさぎさん、はい、ルスカハンヌさん、うん、サマンサさん、はい、ジョニーさん、はい、ニコさん、はい、まるの飼育係長さん、はい、レオンママさん、はい、マサちゃんさん、はい、1周年記念さん、あ、さっきのは違うよ、あのさ、ね、いつものハゼ祭りの人、そうそうそう、江戸の民さんだよ、またの名を、うん、それでね、今日ね、さっきね、ケイティちゃんもいたんだけど、ちょっとね、無理って、うん、が、あの、重たかったかな、重たかったみたい、そっか、そう、で、8623さんもさっきね、実はね、電話くれたんだよね、うん、うん、今日おめでとうって、そうそう、電話で話しちゃったね、はい、ね、はい、はい、ということで、本当に楽しい1周年の番組になりました。ありがとうございます。しみやかに終わりましたな。そうですね、はい、はい、また来週から新たな気持ちで、はい、始めたいと思いますので、はい、ぜひまた来週この時間、はい、この場所でお目にかかりたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。じゃあまた来週です。さよなら。